大先生って呼ばれた。大先生でした。やっぱり目が真っ赤っかだよね。ちょっとオレンジがかってるんで若いんじゃないかなと思うんですけどね。ほらこう。いや普通こんなところに車止めたらね、速攻逃げてたんですけど逃げません。最近は。慣れちゃったね。あんな子供たちが走ってきて逃げないなんてありえませんよね。前車遠くでも逃げてたのにね、いるっつっただけで。本当に。なるほどな。目が綺麗に、目が綺麗ですよ。光が入ってめっちゃ綺麗。一応餌羽伸ばしちゃうかもしれない。したら飛ぶかもしれない。どうしようもねえな。ピジガエルはどの前にどうしようもねえな。これ何でそれ飛ばんかもしれない。一回来た。綺麗。うん。ちょっと見えてるか。なかなか可愛い。セッカーこんなとこ来るとだ鳥を取らないんだなこいつ。取りますよ。取る？はい。全然欲しいじゃん、セッカーは。でも好きじゃないんでしょ。